CM の後も地域の話題が続きます。J:COMの関係者を語った不審な営業にご注意ください。インターネット機器の交換やサービスの切り替えの案内など、 J:COM が他の事業者のサービスを進めることは一切ありません。電話口では会社名、連絡先、担当者を、訪問時には社員証を必ずご確認ください。不安に感じたらお気軽にお電話を。今月21日から30日にかけて行われている秋の全国交通安全運動を前に、杉並区交通安全の集いが開かれました。ここ数年、杉並区内の交通事故は増加傾向にあり、その半数以上は自転車が関与するもの。また、高齢者関連の事故も多く、関係者はこれらを減らすことが急務であると呼びかけました。一件でも多くの事故を減らすため、ぜひこの交通安全運動の期間を、交通ルールを守る、見つめ直す機会として、皆さん参加していただければと思います。式典に続く第2部ではお笑いコンビ鬼越トマホークが登場。荻窪警察署の警察官とピーポくんらキャラクターとともに、歩行者の信号無視や横断歩道以外の場所で道路を横断することの危険性について改めて学びました。歩行者だからといって交通ルールを無視していいわけではありません。そして第3部では歌手の木山裕策さんが登場。ヒット曲ホームで会場を盛り上げました。なので一人一人がね、毎日やっぱりちょっとした、ね、注意で防げるものも僕はあると思いますので、ね、皆さんちょっと力を合わせて意識を、ね、少しずつ上げていければと思います。会場全体で交通事故撲滅を願い、イベントは終了しました。地元トピックス。